ちは、山本真希です。視聴者の方から、この頃二重顎や首のシワが気になるので何かいいマッサージがあれば教えてくださいというお声をいただきました。ありがとうございます。そこで今日は、私がやっている二重顎と首のシワにおすすめのマッサージをお伝えしていきます。それではまず、首のここの部分の筋肉を鍛えていきますね。少し上を向いていただいて、イーイーと口を横に開いて、イー動かすと、ここの筋肉が動いているのが分かります。イーイーイー、ここをね、少し鍛えていきますね。イーイー戻す、イー戻す、イー戻す、5、6回続けていきます。イー戻す、イー戻す、いい戻す。それでは次、首の、耳の、下のところから、この鎖骨の下のところまで軽くさすっていきます。横も前の方もさすっていきますね。横から前の方までさすっていきます。3回ぐらい繰り返していきますね。はい、では鎖骨の、上の部分、この上の部分に4本の指を当てて、下にグーッと押していくような感じで、1箇所、2箇所、3箇所押していきます。グーゆっくり戻して、少しずらして、ゆっくり下に押していって、ゆっくり戻す、少し外側にずらして、ゆっくり下に戻す、もう一度ゆっくり下に押していって戻していきます。少しずらして、ゆっくり押していきます。戻す、少し外側ぐーっと押していって戻す、もう一度いきます。3回目、ぐーっと下へ押していくような感じです。少しずらして、ぐーっと押して戻す、ぐーっと押して戻していきます。次は耳の横のリンパを流していきます。耳の下からリンパのところまで優しく揺らしていくようにしていきます。ゆっくりで大丈夫です。軽く揺らしてください。鎖骨の下まで。3回目、耳の下から少しずつずらして、鎖骨の下まで揺らします。じゃあ反対、耳の下から優しく揺らしていくように、鎖骨のこの下のところまでですね。2回目、優しく揺らしていきます。3回目、耳の下から鎖骨の下まで優しく揺らしていきます。はい、では次、この横を向いた時に、ここに出てくる筋肉、ここをね、つまみながら緩めていきますね。これも耳の下から少しずつ下にずらして、つまみながら、もみもみとしながら緩めていきます。2回目、つまみながらほぐしていきます。3回目、首の下から掴んでほぐしていきます。では反対いきますね。耳の下から同じく少しずつずらしながらほぐしていきます。ここね、硬くなっている方多いかなと思うんですけれど、柔らかくほぐしていくと、首がね、長くすっきりと見えていきますのでね、硬い人は少し念入りにね、ほぐしていくようにしてください。はい、はい、では次に、顎の下に親指のこの腹の部分をグッと当てていただいて、下から上にグッと押していくようにしていきます。戻して、少しずらして押して戻します。少しずらして、ぐーっと押して戻す。耳の
下のところまで少しずつずらしながらやっていきますね。はい、もう一度顎の下のところからぐーっと押して戻す、少しずらしてぐーっと押して戻す、少しずらしてぐーっと押して戻す、ぐーっとして戻す、最後は耳の下です、ぐーっとして戻します。はい、では次、人差し指を曲げていただいて、この第二関節のところを顎の下に当てて、そこから耳の下までぐーっと引き上げるように、ぐーっと引き上げるように当てていきます。顎の下から耳の下までぐーっと引き上げていくようなイメージですね。ぐー、反対、顎の下から耳の下までぐーっと流していきます。二重顎のね、お肉をこう引き上げるようなイメージでやっていってください。ぐーぐー、はい、では次、2番目と一緒で耳の下からまた軽く流していきます。前の部分までしっかり2回目さすっていくようにして流していきます。3回目、では最後、ここの筋肉をまた鍛えて終わりにしていきます。少し上を向いていただいて、口を横にイーイーとしながら、ここの筋肉をイー鍛えていきます。イー戻す、イー戻す、イー戻す、イー。はい、前に続けていくと、二重顎のライン、首のシワもすっきりしてこれますので、毎日のどこかでぜひやってみてください。いかがでしたか？今日の動画が良かったなという方、高評価ボタンとチャンネル登録もお願いいたします。こんな悩みがあるよという方、ぜひメッセージもお待ちしております。それではまた、バイバイ。